リダバーロバは、チェコ人の女優。チェコスロバキアとドイツで、多数の映画に出演し一世を風靡した。ナチドイツの宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッペルスとの恋愛関係がドイツを揺るがす、スキャンダルに発展した。母親も女優。プラハ音楽院で演技を学び、17歳で、映画デビュー。ドイツの映画スタジオに見出され、ベルリンに移る。ドイツ映画界で成功を収め。 一躍人気女優となる。ハリウッドへも招かれたが断る。しばしば共演した俳優のグスタフ・フレイリヒと恋愛関係となり、ベルリン郊外の家で同棲する。この家は、ゲッペルスの別荘から100メートルしか離れていなかった。1935年1月、撮影所見学に訪れたアドルフ・ヒトラーとヨーゼフ・ゲッペルスから、 首相官邸に招待され、それ以来ゲッペルスと顔見知りとなる。1936年からは、ゲッペルスの愛人となり、フレイリッヒとの婚約を解消する。様々な女性たちと関係を持つ両色家のゲッペルスであったが、バーロバとの恋愛は真剣そのものであった。ゲッペルスの妻、マクダ・ゲッペルスが、夫とバーロバの関係に気づき、ヒトラーに相談する。 ゲッペルスの子供たちの名付け親だったヒトラーは、ゲッペルスに対して、バーロバと別れるようにと告げる。しかしゲッペルスは、妻と離婚して、バーロバと再婚し、そのためには、宣伝大臣をも辞職して、バーロバと共に国外に出るとの決意を述べた。夫に裏切られていたマクラ・ゲッペルスも、夫の部下であった、宣伝賞自席時間、カール・ハンケと恋愛関係に陥り、 ゲッペルスと離婚して、半家と再再婚する希望を持っていた。しかし、小沢山で、ナチ体制の理想的家族の典型として、宣伝されていた、ゲッペルス夫妻が離婚することは体制に、大きなダメージを与えるとヒトラーは考え、絶対に、ゲッペルス夫妻の離婚は認めないとの命令を下す。こうした、ヒトラーの決意の前に、ゲッペルスもやむなく、バーロバに別れを告げることになった。 この事件によってゲッペルスがヒトラーの布教を買ったためゲッペルスのライバルたちはこれを利用して彼の勢力を削減しようと図った。特に必要だったのは親衛隊の全国指導者であったハインリヒヒムラーでありヒムラー敗下の親衛隊員はバーロバが出演している映画の上映館に出かけていき様々な嫌がらせをやって上映中止に追い込んでいった。バーロバは 映画会社との契約を破棄されてしまい、生まれ故郷のチェコのプラハに戻ることを余儀なくされた。時を経て、この事件のほとぼりも冷めたと考えた、ベルリンの映画プロデューサーの一人がバーロバに映画界カムバックの誘いをかけた。しかしこの情報を聞いたマクダ・ゲッペルスは激怒し、元の恋人であったハンケに依頼して、プロデューサーを脅迫し、バーロバの復帰を阻止した。 バーロバは1942年にイタリアに移住し、主にコメディやメロドラマに出演するが、1943年にイタリア北部がドイツ軍に占領されたため、またプラハに戻った。ナチドイツの崩壊が目前に迫っていた戦争最末期、ゲッペルスの秘書の一人は、ゲッペルスが食い入るように一枚の写真に見入っていることに気づいた。 我に帰ったゲッペルスはその写真に写っている人物を指さして、どうだ、美しい女性だろう。と言った。それは、リダ・バーロバの写真であった。しばらくの沈黙の後、ゲッペルスは秘書にその写真を渡して、燃やしてしまってくれと命じ、背を向けた。戦後、バーロバは、チェコスロバキア政府により対独協力者として一時、拘束される。 その際同様に拘束されていた男性と釈放後、オーストリアに逃れ、結婚する。オーストリアで映画界に復帰するものの、ナチス時代にイギリスに亡命していた大スターであるアントン・ウォルブルックによって、共演を拒絶されたという象徴的な出来事に示されるように、反応は辛辣であったため、夫と共にアルゼンチンに移住するが、貧困のため、夫とは離婚し、 イタリアに行くことを決意する。イタリアでは、フェデリコ・フェリーニ監督作品の青春文像、アイ・ベテローニに出演し、1955年からは、スペインへ移り住んだ。1957年からは、オーストリアや西ドイツで演劇活動を再開する。ありがとうございます。